千葉県警察年頭施設は昭和29年に東京管区本部長の巡視初訓示として実施以降、機動隊施設初点検と変遷し、昭和45年からは年頭施設として県民の皆様への新年のご挨拶を兼ねて開催してきたものです。今年も私たち警察職員が一堂に会し、治安維持に万全を期することを誓うとともに、平素の訓練成果、装備の状況について警察本部長の指閲を受けます。本日指閲を受ける部隊は警察本部と県下39警察署からの代表446名、車両42台です。また、千葉市中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区から防犯パトロールカーの参加をいただいております。市閲官は、永井達也警察本部長、部隊の総括指揮官は小林昇総務部長です。ただいまから平成30年千葉県警察年頭施設を開始いたします。市閲官に対する儀仗隊の栄誉礼を行います。